里崎チャンネル、こんにちは。さあ、今回の里崎チャンネルはですね、将来有望なルーキーの打者を里崎が映像付きで解説するという2軍の選手を徹底解説。今回プロ野球のファームを中継しているイージースポーツさんとのコラボ企画です。このイージースポーツさんの協力のもと、なんと2軍戦の映像を実際に見ながら解説していきたいと思います。イージースポーツというのはですね、3月17日に開幕したプロ野球ファーム公式戦や、毎年秋に行われる宮崎フェニックスリーグなど、年間約600試合を配信するライブ配信サービスとなっております。ファーム公式戦は楽天、ロッテ、ヤクルト、DNA、西武、中日、阪神、オリックス、ソフトバンクの計9球団の主催試合を現在配信中でございます。これなかなかないよ。いいっすね、これ。2軍の選手まで見えるから、はい、それ1日プロ野球だよ。ということで、今回イージースポーツさんとコラボで里崎が解説選手、これで期待のルーキートップ3という形で紹介していきたいと思います。まずはイースタンリーグ、これね、4月21日時点の打率3位はこちらです。ヤクルトの北村選手です。現在打率がね、2割3分3厘、ホームラン6本、20打点はリーグトップです。勝負強い。ホームラン6本よ。どうなんですか、これ6本で。それ多いよ、多い多い多い。しかも打点20でしょ。チャンスで持つし、パンチ力あるよね。戸田ですよ。懐かしい。この球場ね、レフトにホームランを打ちすぎると自分たちが乗ってきた車に当たるっていうねそこが駐車場だから飛ばしすぎるな、ヒヤヒヤすんぞっていうね。でも今のヤクルトで考えると、パンチ力あるって考えたら、ちょっと外野手ちょっとね、塩見が怪我して、まあもうすぐ復帰するんだけども、手薄だから、まあ、内野もね、竹岡、長岡、左多いしね、はい、まあ赤羽いるんだけどね、ここで外野とかもう思い切って練習したらね、チャンス広がるよね。右少ないからな、ヤクルトは。しかもパンチ力超あるじゃん。めっちゃ楽しみだよね。今もね、インコース低めコンパクトにね、打ち上げたけども、レフトね、もう打った瞬間だからね、コンパクトに振りながらパンチ力あるからいいね。こちらが3位です。はい、続いて2位はこちらです。巨人の萩尾選手です、はい、なんと打率が2割8分8厘、ホームラン2本で13打点というね、1軍にもね登録されてるけど帯同ねしたりしながら、ジャイアンツもね注目のドラフト2位だしね、うん、右バッターっていうところでね、慶応でしょ、ね、吉信さんに続けっていうねところで、慶応で3冠を打ってますからね、これでね、インコースの低めのスライダーね、コンパクトにっていうところで、まあ、セカンドランナー、秋広ね、軽打もできながら長打率もね、ホームランも2本打ってるから、これぐらいが普通だからね。あ、そうなんですね。6本の北村がすごいだけで、こう2本でもこの1か月で十分だから、2軍とかだとね。でしかもずっと試合出ないじゃん、いろんな選手を使わなきゃいけないから、はい、ずっと出続けることもないからね。その中でしかも13打点でしょ、だからしっかりチャンスにもしっかり打って、打率2割8分8厘でしょ、いい形だね。だから今巨人もね、まあ、オコエが頑張ってるからね、外野右でね、はい、でもそこをね、いい形でここでしっかりやっていくと、ちょっと調子が下がってきた時にポンってね、だから今は1軍に行く筆頭じゃない、2軍の中では。といったところでは楽しみ多いしね、コンパクトのスイングね、でしかも長打もあるっていうところではね、いい形のねスタート切れてるね、2軍だけど。続いて1位、現在イースタン首位打者です。4月21日現在ね、西武ドラフト1位蛭間選手です。おい、打率3割3分3厘、ホームランは0本なんだけども、ツーベース6本、スリーベース2本と、これいいよね、うん、しっかり足もあるし、広角に打ててるっていう証拠だからね、そういったところでは非常にいい感じでスタートしてるんじゃない。しかも西武ね、外野、外国人も打率低いし、金子もちょっと1割台だし、まあ、愛とか頑張ってるけどね、はい、チャンスあるよね、外野。そうですね、近いんちゃう、1軍組んど。しかも映像、この試合なんと1軍ピッチャーからちゃんと打ってるのよ、サイスリードで、石川、小沢っていうところから猛打賞なんだけど、サイスリードの高めを逆らわず逆方向っていうのね、サイスリードは高めにね強く低めに落とすっていうねところの投球スタイルで、高めをねファウルしていくとやられちゃうんだけども、そこもしっかりファウルにしないでね、そして石川ね、変化球をスライダー、ショートの頭の上、理想的だから1番とかいいんじゃない、西武ね。1番なかなか決まらないじゃん、はい、まあ今愛とか打ってるけどね、はい、うん、もしくは下位打線にいたらね、こうやって栗山的な存在でね、しかも DH もちょっといないしね、やっぱりファンからするとドラ1ですから、うん、俺の動画が出るのが先か、昼間が上がるのが先かみたいな、もうそのレベルの感じじゃない。広角にも打てるし、ちゃんと1軍のピッチャーからね打ってるっていうところは、評価も高いよね。ルーキー頑張ってるね、そう考えるとね。そうですね、いいスターね。で続いてウエスタンリーグ打率3位はこちらです。オリックスの内藤選手です。現在2割5分、日本塁打13打点。オリックスはなんかバランスいいよね。軽打とかの選手もいれば、この長打っていうところでは今度軽く振ってガン蹴るからレフトスタンドだからね合わしただけでパワーあるよね。ホームランアーティストかっていうぐらいの、しかもでも高卒だからね。そうですよ、1年目で、はい、体つきもでかいしね、いい感じで育っていけばね、それこそ3年4年後になクリーンナップみたいなありえるよね。このしっかりちゃんといろんなレパートリーが揃ってるところがオリックスのやっぱ強みだよね。杉本みたいにホームランを打つのもいればね、福田とか宗みたいにね、左で足を生かしてっていうところもあれば、中川みたいにね、右でねオールマイティ的なところもあるしね、また違うタイプの右だからいいよね、存在感ね。しかも高卒で十分でしょ。2割5分2本、ホームラン13。俺のちなみに、2軍初ホームランは日本ハムの厚澤さんです。侍のコーチにもなってましたのチェンジアップをロッテ浦和球場で左中間にぶち込みました。それが第1号です。さあ続いて、はい、2位はこちらです。広島の中村貴弘選手です。こちら現在打率2割8分9厘、はい、ホームラン2本、打点14というところで、監督と一緒の名前だから新井ちゃんめっちゃ期待してるらしいのよ。いろんな諸問題があって、はい、打ってる映像は使えないんですけども、はい、めっちゃいいのよ。西川みたい、西川龍馬選手、ね、西川龍馬に超そっくり、はい、めっちゃ粘るしね、カットしたりとか、はい、しこの面が長いのよ、この打つ本当に西川みたいで、このねホームランを岩田から阪神のね、うん、打ってんだけど本当に西川みたいなフォロースルーだし、知らないで見たらね、西川かなって思っちゃう。でも背番号3桁だけどみたいな、育成だからね。でも支配感だからうぐさとかピンチになってくるね、はい、それぐらいの存在感あるね、育成だけどね。支配感になるのは早いと思うのだから、東京の解説者の中で中村貴弘を最初に見つけたのは佐々木です育成だからね、はい、俺だって去年フレッシュオールスターで東京の解説者の中で宇田川と宮森を一番最初に発見したの俺だからね。そうですよね、うん、これをね「サンタクチャンネル」の総チェックで、はい、ファームのイースタンの、はいね、フレッシュオールスターもやって、はい、一番良かったのは宇田川って、はい、次宮森やと、なんで育成か分からへんと、はい、早く支配下にした方がいいっつって、その後支配下ギリギリでなってな、であと阪神の藤田っつってね、はい、まだ藤田は梅野とかいるからまだ出てきてないけど、だから何気に俺見る目あるからね。で続いて、第1位が阪神の出雲選手です。打率がなんと3割5分7厘、えげつない、3割5分7厘よ、えぐいっすね。ルーキーでしかも高卒だよ。若干ちょっとねグリエルみたいなね、DNA アストロズの若干こうねパンチ力ある。しかもだから多分今後の課題としては多分インコースのさばきだね。多分攻めたくなるもんね。でもあそこがもう多分完璧プルヒッターだと思うの、はい、そのインコースをプルプルいっちゃうと外の出し入れしかなくなくて、でこの映像みたいに外の出し入れ若干甘くなるとそのまま持っていかれちゃうみたいになるから、すごいね。阪神もいるね、生きのいいのがね、いますよ、うん、守備しかも外野、新人の森下君も今プロの壁に当たってるし、はい、井上もあれだし、あるんじゃん外野、あるんですよ。これもちょっといつもセンスも佐々木の動画を出すのが先か一軍に上がるの先か問題あるかもわかんないね。そうですね、うん、でもこういうのを探すのが二軍は面白いよな。このいい選手を誰もまだ知らない、はいで俺が一番最初に見つけたよ的なね、はい、ところで、これがね4月時点での打率から見た期待のルーキーの選手でしたが、これとは別にねイージースポーツさんが注目している2軍選手も特別に映像付きで紹介したいと思います。イージースポーツさん担当者も激推しの横浜 DeNA ベイスターズ2021年育成ドラフト1位村川選手、なんとそれはベイスターズファンの皆さんからしたらもう当たり前だけども、なんと通称浜のチーターと呼ばれてます。浜のチーターやでもう浜なんだったら魚でよくなかった浜のチーターね、こちらね映像でご覧いただきたいですけど、足見るからに足速そうだね。通称浜のチーター、俗に言う単打二塁打っていう単打が二塁打です。あとフォアボール二塁打っていうね、無限ツーベースの持ち主なんだよ。めっちゃ速いよ本当。だからいつ支配下になるかだね。だから勝負どころ、シーズン終盤の勝負どころの、はい、もうダイソーとかで鈴木貴弘的な、はいはい、あとは和田的なロッテのあるかもわかんないよね。さあ続いては巨人の菊田選手です。なんと蛭間選手と同率で現在3割3分3厘、イースタンリーグ首位打者でございます。巨人2019年ドラフト3位です。おお結構バット長く持ってるけどコンパクトに振る ね、打球も強いしで結構豪快に振るけどこの畳がすごいね、大きくからこう畳がすごいからコンパクトに見えるけどバット長いから、はい、そこで遠心力としなりが効いて多分当たったら飛ぶんだよね。これがここ入らないと詰まるんだよね。だからこれしっかり大きいけどここに入ってきてるところが多分この3割3分3厘、これはもう楽しみだね。キグンティンのね、キグンティン1軍、もう登録名いいんじゃない、じゃあキグンティンで。さあ続いて最後こちら、巨人ドラフト1位ルーキーの浅野選手です。やはりねドラフト1位騒がれた中ね、まあでも打率の方はね今E3で1割8分9厘、まあ、ホームラン0本というところでねまだ苦戦がね強いられてますけども、でもまあこの試合ねロッテ戦では非常にねコンパクトなスイングで、まあでもこっからだからね、高卒だからねジャイアンツの中で注目度が高い中でね、いろんなプレッシャーもあるかもわかんないしね、他にねこの菊田選手だったりね萩尾選手もそうだけど、いい巨人 いるじゃん、いい選手上げてこようよみたいな、西武外野おらへんとか言うけどいるやん、めっちゃ打ってんじゃん、 DNA 足ないとか言うけどいるじゃん、チーターいいんじゃんとかね、広島もね育成そんなめちゃくちゃいっぱいいるわけじゃないけどね、その中でこんなねいい選手もいるし、ヤクルト右おらんちゅうと右いいんじゃんっていうねルーキー、これはちょっとこっからどうなるか楽しみだね。でもこう見ると皆さんどうですかね、このイースターウエスタンね2軍もいい選手いるし見応えあると思うんでね、ぜひね見てもらいたいっていうところとね、まあ、今回はね映像を提供してくださったねイージースポーツさんではね年間600試合以上の2軍戦のね、試合を放送してますからね、こういった選手をねまだこの紹介した選手をねこれを機に注目して見に行くのもいいし、今までね自分たちが応援した選手をあ見えるコンテンツあるんだってね、今日このね知ったことによってそれを見てもらうのもいいし、また新しい選手を発見してもらってね、どうやってね1軍に行くかストーリーをね見ていくっていうのは2軍ね、なんか2の人は2軍見るっていうんだよね、次この選手来るんちゃうかとか、なんか自分が俺がね一番最初に目つけたんだぞとかね、そういうどうなっていくのかっていうのを見て1軍の試合を見るとより楽しいっていうんでね、何気に大事なんだよね。里崎のファーム時代のエピソードでいうと、今回このイージースポーツさんがね年間600試合放送してるわけでしょ。でもよ里崎2軍の時代だからもう1999年2000年前後ですよ、今からもう23、4年前ですよ。そんな2軍戦簡単に試合中継見えなかったんですよ。見えるといえばバックネット裏からチームのビデオで撮った映像、ネット越しのもう網シャシャーになってるからネット越しのやつを、まあ、研究用に見るっていうところだったけど、まあ、昔はジャイアンツ戦がだけたまに地方遠征あったんですよね。でその地方遠征当たった時に俺らで言うと宮城にジャイアンツと2軍戦で行った試合があって、でその試合はチータスかなんかその放送局で放送すると、巨人戦でもちょっと俺2軍の試合の映像とか見たことないから、これって見えたりしないんですかって言ってチームの人にマネージャーに言ってもらって、でそれを放送局の人からもらって、でそれを家で見て自分の受けてる姿とかブロッキングとかスローイングとか打つのとか、あとは他の選手とかも含めてその資料用として研究用でもらったりしてたの。でもそんなのなかなかないわけよ。今のジャイアンツ球場での試合ですらそんな2軍の試合がテレビでとか CS で流れることもそんななかったし、もちろんネット中継なんてないし、ガラケーの時代だからね、ロッテ浦和の試合なんて絶対ないわけよ。それが今あるのが幸せだよね。でこれだとまあもちろん選手のそういう映像資料としてもなるし、親御さんもね2軍の試合を家で見れるんだからいいよね。あとおじいちゃんおばあちゃんもそうだし、あとは学校関係者とか友達とかも1軍の試合がね見れるのは、だってまあ昔は1軍の試合も簡単に見れなかったからね、1軍の試合を見れるのはもちろん、その2軍の試合を見れたら今言ったように高校時代ドラフトでね追いかけてた選手が今もこうやって映像でも見えるし、親御さんとかね指導者の皆さんもそのね送り出した息子たちがね、選手生徒たちがどうやって頑張りを2軍でしているのかも、昔だったら新聞だけで結果だけでしか見えなかったのが今は試合映像付きで見えたりもするからね、いいよね、時代は進化してるね。すごいですね。ということでね、皆さんぜひ年間ね600試合以上の2軍戦が、見られる EG スポーツのプロ野球プレミアム会員になってみてください。皆さんのね、一押しの、そして未来をね、担う若手の選手たち、そしてね2軍の選手たちの頑張り、そしてあなたのね好みな選手が見つかるかもしれませんのでね、ぜひ見てみてください。ということで今回はこれまでです。皆さんねまた2軍選手を応援してプロ野球盛り上がっていきましょう。